地獄の季節は19世紀フランス文学を代表する詩人アルチュール・ランボーが1873年に発表した詩集である。ランボーが出版に関わった唯一の詩集であり、ポール・ベル・レーヌと共にロンドン、ブリュッセルに滞在していた1873年4月から8月にかけて執筆された9編の3文詞からなる。自費出版のために ベルギーの印刷同盟に原稿を託し、1873年10月に印刷、製本されたが、出版費用の残金が支払われなかったために、そのほとんどが倉庫に眠り続けることになった。最初に公表されたのは、1886年7月から10月にかけて文芸誌・ラボーグに掲載された時である。ランボーの文学への決別の書とされる。 小林秀夫、堀口大学、金子光春ら多く文学者、研究者によって翻訳され、現在入手可能な全ての全集、全詩集に収められている。乱暴は、地獄の季節の原稿の末尾に、1873年4月から8月と記しており、これが、地獄の季節の制作時期とされている。ベルレーヌとの関係が終焉に向かい、 ブリュッセル事件に至った時期に相当する。乱暴は1872年7月からベルレーヌと共にブリュッセル、ついでロンドンを放浪した。それぞれの施策において、実りの多い経験であったが、幾度となく中互いと和解を繰り返し、数々の修羅場をくぐり抜けた挙句、1873年4月11日に乱暴は故郷のロッシュに戻った。 長い放浪生活で消耗しきっていた上に、精神的な危機に陥っていた。シャルルビルコート中学校の同窓生で、文学活動でも、生活面でも、乱暴を支援し、彼に関する重要な著書を残すことになったエルネスト、ドラエに宛てた翌1873年5月付の手紙に、三文による、ささやかな物語を書いている。これらをまとめて、一旦の書、または、 黒人の書として発表するつもりであると書いている。さらに、この詩集について、私の運命はこの本にかかっていると書き添えている。4月の帰京時に書き始め、異端の書、または黒人の書として構想された、この詩集が地獄の季節である。実際、地獄の季節初秋の悪い地において、異教徒や黒人は白人、キリスト教文明と対地されている。 1873年5月25日、孤独と病に苦しむベルレーヌの求めに応じて、再び、ベルギーを経て、ロンドンに向かった。だが、再びさかいが起こり、ベルレーヌは一人ブリュッセルに立った。7月8日、ランボーは彼を追って同地に着いたが、1873年7月10日、ベルレーヌが寄った勢いで、ランボーに向かって発砲し、 ランボーの左手首に傷を負わせる事件が起こった。ランボーは弾丸摘出のために入院し、ベルレーヌは2年の金固刑を受けた。7月20日に退院して、故郷ロッシュに戻ったランボーは、地獄の季節の執筆に専念した。10月、自費出版のために、ベルギーの印刷同盟に託した原稿が印刷、製本された。だが、出版費用の残金未払いのため、 知人宛に送られた数冊の見本を除き、事実上、出版されずに保管されることになった。ランボーの名が世に知られることになったのは、1884年観光のベルレーヌの呪われた詩人たち大一般によってである。ランボー、トリスタン・コルビエール、ステファヌ・マラルメの三人の詩人を紹介する本書のアルチュール・ランボーの章には、良いドレブネ。 母音の他主に1871年に書かれた前期因文紙が数編掲載され、若い象徴派詩人の関心を読んだ。この時乱暴は貿易省として英国領アデンとアビシニアのハラールを行き来しながら同地を探検していた。さらに、1886年に創刊された象徴主義の文明詩、ラボーグが同年5月から6月にかけて詩集。 イルミナシオンの一部を掲載し、同年末にラボーグ出版社が、イルミナシオン初版200部を刊行した。地獄の季節は、同じ1886年の7月から10月にかけて同じラボーグ誌に掲載され、初めて一般の目に触れることになった。この後、1895年刊行の全詩集、1912年にメルキュールドフランス社から刊行された、 作品、陰文詞、三文詞に収められることになった。さらに、1946年にはガリマール出版社のプレイヤード総書として刊行された。仲介はアンドレ・ロランド・ルネ・ビル、ジュール・ムーケによる。プレイヤード版は1972年にアントワーヌ・アダムの仲介による審判が刊行された。こうした経緯に応じて翻訳も次々と改訂版。 審判が出されることになった。五つのアステリスクで始まる序章。乱暴はこの詩集を地獄落ちの手帳と称し、自らの地獄落ちの過程を語る。つい最近、最後のギャーという叫びを上げそうになった私はとあり、この最後のギャーはベルレーヌに撃たれたブリュッセル事件し、し最後の調子外れの音などの解釈が可能であり、宇佐美人氏はこれらの解釈は、 必ずしも、敗他的ではないとし、フィリップ・ソレルスも、死であると同時に調子外れの音、死は、耳に調子外れの音として出現すると解釈する。詩人は、ガリア人の祖先に遡る壮大な歴史的展望の中に自らを位置づけ、列島種族であった、ガリア人から受け継いだもの、キリスト教の歴史、近代化、進歩に対して、疑念を投げかける。 詩人は時空を超えて自由に動き回る。異教徒、そして黒人に変貌し、欧州を支配した偽りの黒人であり、未開の地に上陸し、布教し、支配した白人を黒人の立場から批判する。これらに重ねて詩人の個人史が語られる。前述の千八百七十三年五月付のドラへ、宛の手紙に異教徒や黒人への言及があることから、この時この、 悪い字を書いていたとされる。当初は、偽りの回収と題されていた。私は多量の毒を一気に飲み干したという一文で、始まる。この、毒は、地獄疑念、悪、キリスト教信仰、キリスト教への疑念など様々な解釈がなされており、これによって、死そのものの解釈も異なる。行く夜も行く夜も、あの人の悪魔が私を引っ捕らえ、私たち二人は転げ回り、 私は、あの人と戦ったものですと、狂気の少女と、地獄の夫の凄まじい葛藤が描かれる。宇佐美ひ氏は、この二人を、実在の人物すなわち、ベルレーヌ・トランボーに還元してしまう読み方は、虚構の回路を経た上である、種の普遍性に到達した作品の、私語りを極端に矮小化するものでしかないと、論じている。詩人はこれまでの創作活動を振り返り、 これを、愚行と断罪する。ここに引用されている、涙、一番高い塔の歌、永遠、飢が、幸福などの7編の因文詩は主に1872年に書かれた詩の遺構である。詩人はこれらを厳しく批判した後、最後に過ぎ去ったことだと言い放つ。西洋の沼から脱出し、東洋の英知に帰った詩人は、このオリエンタリズムをも、 お粗末な怠け者の夢として、異国趣味とは一線を隠し、東西領世界に対して懐疑的、批判的である。フランス語版、ウィキソースに、本記事に関連した原文があります。エル・アクレア、人間の労働。という一句で始まり、労働の肯定と否定の議論として展開する。フランス語版、ウィキソースに、本記事に関連した原文があります。マタンカコの語りに始まり、 地獄と手を切った、いかにも地獄だったと語り、最後に、新しい仕事、新しいエチへの旅立ちが示唆される。フランス語版、ウィキソースに、本記事に関連した原文があります。アデュー助賞に春に言及しているのに対して、地獄と手を切った子のこの詩は、もう、秋だ。で始まる。慰安の季節である、冬を恐れる詩人は、ザラザラした現実を抱きしめるために、土に帰る。 ベルレーヌは、イルミナシオン初版の序文に、本書は1873年から1875年にかけて書かれたと記しているが、これには疑問が残り、長い間、実際には1872年に書かれたものとされていた。そうであれば、1873年4月から8月にかけて書かれた地獄の季節、内容的にも地獄落ちの手帳を書いて、 別れを告げた、地獄の季節こそが、乱暴の白鳥の歌、文学への決別の書ということになる。だが、1949年に、アンディアドリアンド・ブイアーヌ・ドラコストが、乱暴の筆跡鑑定などに基づく綿密な研究書、乱暴とイルミナシオンの問題を発表し、ベルレーヌの序文にある通り、イルミナシオンは1873年から1875年に、 かけて書かれたものであると主張し、以後、これが定説となった。小林秀夫は、地獄の季節が乱暴の白鳥の歌ではないとしても、文学への絶縁上であり、乱暴の激しい反逆の施策が、やがて自らを殺す運命にあったことに変わりはないと、書いている。また、モーリス・ブランショは、乱暴は文学に二度別れを告げたと表現している。さらに、それでも、なお、 これは乱暴にとって過去との決別か、文学との決別か、あるいは文学の終焉を告げるものかという疑問は残る。乱暴は1875年に書き終えたイルミナシオンを出所後に乱暴を訪れたベルレーヌに託し、再び放浪と探検に向かい、貿易省として37年の生涯を閉じることになった。ベルレーヌはバニエ・バンの序文でこの作品を 非凡な心理的自伝と称した。地獄の季節は1938年に小林秀夫によって翻訳され、大島博光も同年に春陽堂から同じ署名で発表している。小林秀夫役は当初はベディション版によるものであり、その後、ラコスト版、プレイヤード版に従って改訳され、複数の改訂版が存在する。戦後、乱暴詩集として堀口大学役、 金子光春役、60年代には、淡津の利用役、清家卓業役などが刊行され、1970年代後半に刊行された鈴木慎太郎、佐藤作監修、乱暴全集の第二巻に収められた。1980年代に、乱暴研究は目覚ましい発展を遂げ、1990年代に、平井慶治、湯浅博中地際協役、 乱暴全刺繍、宇佐美ひとし役、乱暴全刺繍などが刊行され、前者はさらに書簡等を加えた審判が2006年に発表された。現代ユヌゼゾン EN ワンフェアの翻訳としては、地獄の季節がほぼ定着しているが、本書が序章の春への言及に始まり、抽象、別れの秋の到来をもって終える、一夏の経験として語られていることから、不定冠詞を訳した。 地獄の一季節、地獄の一季なども存在する。ありがとうございます。